ほら、琴ちゃん、ほら。じゃあ、こっち。あ、琴ちゃん、はい。さあ、じゃあ、予想は。はい、入りますね。はい。2000円。エゴさん、ミューチェルさん、ミサムサイズのアイスとミルフィーユを2000円予想なら、正解は1500円と惜しい誤差。さあ、お料理来ました。コクルムさん、矢部さん、船鶏のオーブン焼き、白バルサミコ酢のドレッシングです。あ、これ赤いや。あ、本当だ。これは、やられたー。今、季節だ。はい、そうですね。イナバトは世界でも屈指の産地、フランスのメリゴール産。表面を焼き上げ、旨味を閉じ込めたら、さらにオーブンで焼き上げる。そしてネパセリに一切水分を加えず、ミキサーで絞り、鳩の濃厚な油に相性の良い苦味のあるソースに。添えてある黒トリュフが値段の鍵を握るか。あ、柔らかい。いい香り。結構するな。うまそうね。うまそうね。いただきます。うわ、おいしい。これ部屋だからね、この食感は油がないんですよ。どうしてもチャオが飲みたかったんですよ。チャオ。おお。それを逆さにして、竹串でこうやってやって、縦にして500円。特別使用者登場です。ありがとう、10周年。こんな感じ。で、どうすんのこれから。パイロットを辞めて私のポストを継がない？年俸は10億。10億。考えておいてね。金曜までに。10億か？10億なのか？年末じゃん！10億円！金曜まで。せわしなく進む毎日の中でふと気づかせてくれる。私はあの日のときめきとつながっている。この輝きと生きていく。銀座ダイヤモンド白石。飲んでいこう。ビタミン D 粉新配合ハッスウコンの力。うわ、おっきい。なんだこれ。すごいね。たっぷりとカカオパウダーをまとったふわふわのマスカルポーネクリームは、チョコレートディスクの食感とともに楽しむヤチェーレ特製ティラミス。中にチョコレート入ってる。大好評のヤチェーレ特製ティラミス。正解は2100円で2回動画にエピン。これで勝負はわからなくなった。そして御三家の超高級料理に絶叫の嵐。自腹は。国の行方は。このレストランがやべえんだよ。そして女子高生が描く黒板アートも着々と進行中。その仕上がりにメンバー大感動。さて、今日で皆さんに気持ちの大清算していただいていますけれども、まだ岡村さんだけしてません。あ、実は岡村さんの場合は逆に謝ってほしいという人がいるそうです。謝ってほしい。はい、俺一体どなたなのか VTR ご覧ください。先月放送したグルナイで岡村はマネージャー情報ですけど、最近好きになった女性と2人で国内旅行に。行ってるじゃないですか。頑張ってます。旅行行ってるんですか。旅行払ってるしね。向こう仕事やろ。そうそうそう。では登場していただきましょう。オッケー。ちょっと話を聞く。ちょっとおかしなことになってますけども。付き合ってんの。俺悔しいでな、はい、ほんまにもう3日間泣いたままやったの。何にもなかった。別々の部屋に泊まりました。これは本当みたいです。お前信用できへんよ。お前男やろ。うちのお母さん101歳や。ほんでな、俺に言ったやん。私をお母ちゃん元気のうちに嫁さんの顔見たい。その言うたらお前どないだ。とかできたり旅行行くってなったら必ず師匠にご一報入れますから。可能性あるのか。可能性。